1988年に結成、1992年のメジャーデビューから解散や活動停止を挟み、現在も活動を続けているザ・イエローモンキー。メジャーなミュージシャンの中にもイエモンから影響を受けた人は多く、今なお絶大な人気を誇っています。今年4月には東京ドームでのライブも予定されているイエモン。その9枚目のシングルで60万枚以上をセールスした名曲ジャム、発売されたのは1996年2月29日ですが、今年は1996年と同じウルード氏、それを記念してメンバープロデュースによるオリジナルいちごジャムが限定発売されることが発表されました。国産いちごを使用してメンバーが試食を重ね完成したといういちごジャム、あってもおかしくはないと思いますが、なんとなくイエモンのイメージとは違うような気もします。この話題へのネットの反応です。ずいぶんされたことするじゃないか。価格5,700円。美味しいのか？普通のジャムなら買うけど、なたでここ入りって、しかも高いし。当時出してたら受けたんだろうけどな。転売ヤーに寝柄でそうやな。世界に塗るのか。イエモンっぽくていいね。ジャム塗って美味しくいただいてるやつを批判するような歌詞だったような。金ないんか？買ってくれる人はいませんでした、いませんでした。僕はなんて言えばいいんだろう。去年ジャム歌ったわ、カラオケで。アンパンマンにジャムパンマンがなぜいないか知ってる？ジャムの世界はジャムおじさんが仕切ってるからさ。ジャムおじさんの許可はちゃんと得たのか。吉井和也さん自ら監督をしたミュージックビデオをイメージしたいちごジャムと、マイルドないちごバタージャム、タニタカフェが監修した低糖質のいちごナタデココジャムの3個がセットになって税込みで5,700円。贈答用の高級そうなジャムのセットがだいたい3000円程度なので、高いといえば高いのですが、まあオリジナルグッズの一つなので。スレの中にもありましたが、販売個数は明らかにされていないものの限定販売なので、転売されてしまうことは間違いないでしょう。それも仕方ないとして、気になるのは買った人はこれ食べるんでしょうか。ファン心理としてはずっと保管しておきたいところですが、通常のいちごジャムの賞味期限は未開封で2ヶ月ほどだそうです。イエモン限定いちごジャムは2月22日18時からオフィシャルストアで販売されます。このチャンネルでは音楽系スレの動画を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。